たくさんの人にその空手の強さを知ってほしいとも伊沢が語ります。変わらないことと対応して変わっていく力の2つがこの伊沢並人にはあるようです。そうした点でも石川さん、本当に楽しみな、もう名物ファイターとも言っていいような存在ですよね。あのこのね、もっともっと上で戦っている、ね、世界で戦っているファイターですからね。そうですね。でここにね、あのある種カズム選手にとってはこれはチャレンジマッチと位置づいていけてもいいぐらいの試合ですよね、はい、これがカズムは9戦目22歳、対して伊沢並人26歳になりました40戦目です。中国の英雄伝説では57キロ級の王者に2度輝いている赤いグローブの伊沢、赤コーナーに戻っていきます。K-1 ジム相模大のクレスト所属の伊沢に対して、こちらは G ウィンズのカズム、青いグローブのカズム。さあパンチでカズム、ゆうやさん、それに対しては伊沢の方はやはりあの無限ローキックと言われています蹴りのバリエーションですよね。そうですね、削っていくスタイルが、はい、定着してますね。それを一つもう線を引くように見せましたよね今。そうですね、やっぱナミト君気合い入れるためにこの間もですけど、もう一人でもうすごい歌を大声で歌って、はい、もうウォーミングアップの時 ね、そうですね、あとでもううるさくすみませんでしたみたいな、いつも謝ってくれるんですよ。やっぱ感情の起伏がそんなにない子なんですよ。だからやっぱりそうやって自分の神経をね高ぶるように歌を歌うんですよね。またでも幼少期から空手でそれを鍛えてきた一人なんですよね。そうですね、やっぱ戦うことが当たり前になっているような一人でもあると思いますね、はい、そしてガードも硬い、ディフェンスもさらに重視して前に出てくるこの打ち下ろし。カズムでもうまく戦ってますね、横にサイドに動きながらパンチを当てようとしますね。やっぱり最初から動けてしまうと、はい、そうですね、削られていくんですけど、はい、やっぱ当てられる回数は極力少ない方がいいです、はい、うん、カズムは確かにこうした膝もそうです、もともとパンチが得意だったんですかね石川さん、はい、もういろいろ、はい、いいですね、あの、はい、止まった瞬間やっぱり波戸選手の全方位から飛んでくる攻撃に、ね、睨まれるように止められてしまうので、いいですね、こう正面に立たずに常に回って動きながらも常に先手先手という拳に見えますか、うん、そうですね、パンチ力があるので、はい、伊沢選手がガードを固めているところでもそのどこかでこじ開けることができると思うんですよね。さあしかしこうしてこれバレリーキック石田さんありますね、こうかかとのところ当ててくる、はいはい、伊沢、そうですね、これは本当に伊沢並人のオンリーワンの、うん、技ですからね。そうですね、また長友さんこれで倒せるっていうところがすごいですよね、はい、そうですよね、やっぱそういう強さもありますし、お互いお二人ともすごい気持ちが強い選手でもまたファイターでもあるので、そういう削り取るようなそういう試合も、はい、なんか注目していきたいですよね。カズムはローを照らさないためにワンツーフックって言ったらそのフックを最後押すようにしてますね。相手の体勢を崩すためのパンチにちょっと今回は変えてきてますね。つながりありますね。そうです、わざと押すようにしてますね、今ちょっと照れてない打つと、膝も多いんですが、その左の膝放った後ですね、伊沢がこのかかとでの蹴りローキックを重視しています。さらに右のフック長い距離左も振るってくる、伊沢もパンチの強化、そこから右テンプル左、さらに左だ、残り30秒あります。突き放そうというカズムのパンチ、それでも自分の距離にしていこうというのが赤いグローブの伊沢です。いや、ゆうやさん、そこから突き放されまいと伊沢がついていきますね。そうですね、その後のパンチ有効打があります。カズムはロープを背にする、そうすると左がある、お互いオーソドックススタイル。カズムがなんとかワンツーボディ打ちも嫌だな、織り交ぜていくんですが、前に出てくるのが伊沢。ここで第1ラウンド終了です。さあ野友さん、はい、どんな風に映りましたか。いやお互い、まあ、この右すごいですよね。パンチもそうですけど、でもそこからこうちょっと隙を見てカズム選手もパンチを繰り出すっていう、お互い引きを取らないですよね、はい、そうですね、いや石川さん、はい、ローキックだけではなく伊沢はもう近年パンチも強化されているのがよく分かりましたね、はい、そうですね、あの毎試合毎試合をね、前の試合の時も言ったんだけども、これ40戦目なんですけど、はい、まだまだ進化してるん でカズム選手はでも本当にこの伊沢並人対策バッチリできてるんです。バッチリできてるんだけど、さらにバージョンアップしてるから、はい、うん、また思うようにしてもらえるところがありますよね、いや、ゆうやさん、2015年にはゆうや道場の弟ですよね、直樹選手にデビュー戦でやったのかな、そうですね、急遽来て、はい、話が来て
うん、やってみたんですけどみたいな試合でしたね。うん、そうですね。ナミとかはでもこれで来るって分かっててやっぱ攻略されないっていうのはちょっとかっこいいですね。この技が出たらもう絶対勝つみたいなところですからね、それがかっこいい、うん、いいですよね。自分のスタイルを持ってるっていうのはなかなかあるようじゃないですからね、はい、そしてまたこのガードが硬いですね、うん、伊沢赤いグローブ、逃げる数もローで止めて、はい、うん、立ち向かってくるところパンチで打ち合って顔に集中させたところ足を蹴る、嫌ですね。もう全部何やっても、うん、詰められていく感じがしてしまいますね。そう、あ、今もそうですね、退路を断とうとする動き、うん、右ハイキック縦蹴り気味に、そしてローキック、これ絶対忘れません。こういうところも長友さんも相手は嫌でしょうね。そうですよね。また技も多彩というか、ね、上もやって下もやったりというチラシというのも上手です。足殴りましたね。足をそう、あれもあるんですよね、飯田さん。やっぱもう相手の持ってるセンス全部を潰すスタイルを身につけてるなんとかはやっぱりいいですね。焦らないですからね、もう別にもうこれでいいわけですから、はい、うん、また今も距離譲りませんね、これ伊沢。いいですね。うん、お、センスを潰す、これちょっとロープに足が引っかかってしまいました。うん、もう一発右ローキック、しなるように無知のようにこの足を使います。伊沢奈美と赤いグローブ、左の膝からパンチはボディへ弾む、肘でブロックしています伊沢。でも、角度選手でもやってきたこと、自分のパンチをやってきたことを信じてほしいですね。全然間違ってないです。はい、ここからと言えそうですよね、自分当たれば倒せるし、効かせるパンチ力なので、はい、うん、なかなかここのところ、この K のリングで白星を上げることはできないんですが、カズムもその戦略、きっちりと打ち出しています。そして右へ、あー、ローキックにもなんとか反応しようとする。石川さん、あんな蹴りやられたらどうします？嫌ですよ、本当に嫌ですよ。あの、やっぱ本当足を止めないっていうことはね、徹底してカズム選手はやってきたと思うんですけど、それをね、止めさせないで捉えて噛みつくような下段というか、はい、ローキックですからね。そう、この距離になるべく痛くないんですよね。前蹴り、これは顎を捉えています。カズムの蹴り、いや本当にユアさん、カズム手数足数多いですよね。ナミト君の右ロー、まあ、左右のローズを空振りさせるところから始めないといけないんですよね、はい、攻略するとしたら。ただナミト君は空振りしないようにだけ考えて、倒されないようにだけ考えるスタイルに磨きをかけてきてるんで、はい、これは難しいですよ。あ、より勝つのが難しい。確かに先に打って打っているのはもう伊沢というもうやられる手で、はい、あとついでに殴ってる感じがあるので、うん、やられてもいいんだよっていうのをずっと言い聞かせながら前に出て、はい、うん、相手を削ってるんで、相当な、まあ、いろんなある意味で覚悟があるんですね、はい、打たれるでもいいし、蹴られてもいいし、打っていいよ、蹴るよ、でも打っていいよ、蹴るよですから、結構厄介ですよ。こうして回転技もあります。当たりはしませんが、これも集中力を削いでくるかと思えば、力を使わないフックも持ってますからね、しなやかな ね、 ありますね、力づくじゃないですかね。いや、第2ラウンドが終了しています。カズムの状態っていうところが石川さん、ちょっと気になるんですが、いかがですか？そうですね、左足若干ダメージは蓄積してますよね。これハイキックも当たりました。ツンデのところでかわしていたカズム、でまだね、足の下を踏ん張れないほどのダメージにはなってないと思うので、まだパンチは死んでいませんか？死んでないです。いや、目を見開いて、これ瞬きの回数も少ないカズムの表情、クローズアップされています。そして東京後楽園ホールは波とコール、落ち着いてクレスト渡辺正和代表の指示にうなずいています。なんとしてもこの渡辺代表の前で日本で体感したいんだなんていうふうに以前伊沢が語ったこともあります。中国では英雄伝説のチャンピオンに2回輝いています。さあ最終第3ラウンド、フェザー級 57.5 キロリミットです。最終第3ラウンド、赤伊沢奈美と青カズムの一戦、左ミドルキックからのカズムです。さあ長友さん、はい、このラウンドですね、もう期待していることあったらぜひ、はい、やっぱ KO を見たいですけども、はい、ね、そうですね、まあ、でも伊沢選手右の階級上げましたよね、フェザー級に。フェザーでの戦い、57キロで、そうですね、中国では体感してますけれども ね、ここでの戦い、またでも確固たるものになりましたよね、そうですよね、というところで、あ、でも下がらせている
下がるのがカズムという展開、足へのパンチ右ダブルで放ってきます。さあ石川さん、はい、第3ラウンドも開始からこれ50秒経過しました、いかがですか。はい、カズム選手もこのスタイルでもう間違ってないです、何回も言うんですけど間違ってないので、はい、今からねこの慌ててやるよりもこのスタイルを信じてつなぎ抜き通して、はい、を作りたいですよね。でも確かにその体幹ですとか下半身トレーニングからやり直してきたということですからね、右ストレート食らいますが弾むまだ崩れません。なかなか一朝一夕には結果が出ない、ね、この相手に対してはっていうところはあるとは思うんですけど、諦めずに自分を信じてと弾むその夢はいかに。ここは膝をつきましたがカラーダウンではありません。さあ残り半分今経過しました。ボディ打ちは伊沢ゆうやさん、ここまでどうですか。カズム下がりながらパンチを打てないポテンシャル持ってないんで、逆に言えば下がりながらパンチを打てる選手なんで、これは誘い込んで一発アッパーフック入れればまだチャンスはあります。まだある。ただ工夫がないとダメですね。やっぱ下がりながら同じことやるともう慣れてるんで、波君が殴られ慣れてるんで、じゃなくてちょっと一歩距離を取って入ってくるところとかちょっと工夫をしないと持っていかれますね。うわ、今も左でのけぞらせる、でもチャンスですからね、相手来てくれるときは打ち合いとなればのカズム、うん、そうですね。ただこのタイミング大丈夫な時にしか来ないんですよね、なんかもね、やっぱこれチャンピオンですよ、うん、賢い、うん、またいい意味でいやらしい、うん、分かってますよね、相手の心理を。予言ロー、今の膝は嫌だ、嫌ですね、膝は効いたね、膝は効いた、今のは効いた、立てる膝、の手が下がった、ピンポイント。しかしカズムは手を出してくるとなれば右のローキック2発連続、膝にも全身壁になっての今のさばき、うまいな、さばいた、前のめり、うん、これもダウンでこそありませんが、カズムが一つ展開を作ってみせます。そうですね、左アッパーが出ればな、口頭注意ありましたがステップするカズム、今の右はいい、右のストレート、左のフックで伊沢、なみだくんも打つね、なんともパンチそうですね、うん、美しいフォームは縦蹴り、最後の最後でダウンを奪いました。無限ローキックから蹴りでしたね、上段、あの蹴りが、そしてパンチもありましたが、伊沢波とダウンを奪いました。これは大きいアドバンテージ。この後判定が発表されます。いや、放送席の3人がもう今、うーんすごかったですよ、うん、パンチ打ったとなったんですからね、カズムが倒しに行ったところ、ハイが当たりましたね。気抜いたわけじゃないですけど、見えてない、見えないところで出しましたよね、はい、また軌道ですよね、はい、下から美しく放っていきました、伊沢ニコリと笑います。さあ、発表です。ジャッジ歴30対27、赤伊沢3ポイント差、1人は伊沢を知り、30対28、赤井沢2ポイント差、伊沢29対28、赤井沢3人目は29対28、判定は3対0、引き出しは数多くあります、実績も十分。フェザー級にこの伊沢奈美とアリを見せつけています、判定勝利。さあ、まず石川さんに振り返っていただきましょう、はい、これはダウンを奪ったシーンです、この追いかけてくる空手の回し、上段回し蹴りですね、でも本当にカズム選手としてはもちろん敗れはしたんですけど、はい、何が今の自分に足りないのかっていうのをね、伊沢奈美という選手を相手に、確認させてもらえたのかなって気がしますけどね。これ大事ですね。そうですね、これをこのキャリア、この試合経験をステップアップにしてほしいですね。はい、はい、ゆうやさん、今大きな声出してますね。そうですね、いや、カズムよくやりましたよね、ナミト君相手にね、もっと悪いけど、もっと削られると思いましたね、よくやりましたね、いい試合でした。競り合い、しのぎ合い、そして破壊力、十分イザワールド見せつけて、イザワールドですね、存在感がすごい、ギャップも魅力の一つです。安定勝利、これで4連勝、伊沢奈美と KO 勝ちしたかったんで、倒せなくて残念な感じになっちゃいました。で、まあ、勝てたことは嬉しいんですけど、やはりこれ倒さないとやっぱり
K1 クラッシュは評価してもくれないっていう、まあ、昔からそういう団体だと思ってるんで、まあ、ちゃんと倒さないと証明できないんで、ちょっと自分の中ではまだまだ反省点がいっぱいの試合になってしまいました。試合終了前と試合終了後で相手選手の印象に大きく変わりましたか？やはりあんなに、まあ、ローキック当てたのに前足折る気で蹴って当てまくったのに最後までローデで一回も倒れなかったっていうのはちょっと自分の中でもなんでだろうってすごく思ってます。相当ローキック今回練習してきたんで。最後に今後の目標抱負などあればお願いします。はい、今日みたいな勝ち方ではまだまだ評価してもらえないと思うんですけど、今伊沢奈美とは、4連勝中です。国内で4連勝負けなしでやってます。ちょっとでも伊沢奈美と知ってもらえたら嬉しいです。次はすごい強い相手とやらせてください。はい、今日はありがとうございました。